どうもお疲れ様です。今回舞姫大学の奈美さん、こちらの方がね、第3話50代にやるべきことというテーマで動画の方を送っていただきました。ありがとうございます。動画は動画概要欄に貼っておきますのでご覧いただきたいと思いますけども、一言でまとめるならば、50代好き嫌いで生きていけっていうことなのかなと思います。やっぱりね、この自分の好き嫌いが50代になってもはっきりしない、つまりは自分の人生がどっちに向かったらいいのかってことがはっきりしないっていうのは非常にもどかしいことだと思います。ですんで、少なくともね、今までの人生で自分がどっちに向かったらより自分の人生を心地よいものにさせてあげれるのかってことを自分自身がやっぱり評価できないといけないかなと思いますね。例えば今やってる仕事は本当にやるべきことだったんだろうかと、もう一回人生を繰り返すとしたら、仕事を選べるとしたら、その業界にはいたんだろうかと、仕方がなく生活費のために、借金返済のためにその仕事をしてるんですか、もしくは喜びと感動のもとにその仕事を選んでるのか、これは大きく違いますよね。で、今回ね、私ね、海外の方に行ってきたわけですよ。香港、シンガポール、それからインドネシアというふうにね。これ、誰かに強制されたわけじゃなくて、自分で好きだから行ったわけですよね。そして行く以上は、旅費ぐらいは稼いでこようかなと思って、その通りにしてるわけですよ。まあ、つまり、好きなことと稼ぐことが同じ一直線上に並んでいるってことなんですよね。で、これってのは私、10年前に始めました。インターネットで自分の好きな情報発信をする、そもそもネットビジネスという稼ぎ方を私がずっと求めていたやり方で、まずは在宅率が高いこと、家族と共に過ごせること、そしてきちんと稼げること、結果的に時間とお金の自由が相対的に大きく手に入るということですよね。これがね、会社員だとそうはいかないんですよ。自分で決めたことができないことが多いんですよ。あくまでも上司や会社の向かう方向についていかなくてはいけないんですよね。自分が考えてやったことでも、それはあくまでも会社の向かう方向に沿ったものならば採用されるけども、どんなにハレーションを起こしたりとか、それからとってもね、開発的なことでも、その会社が向かいたい方向とは違う方向になれば全く評価されないということになりますから、まあ、その辺にジレンマがあるわけなんですよね。本来なら大好きなことを続けようと思ったら、その大好きなことが自分の暮らしや新しいビジネスの投資の原資を捧げてくれるはずなのに、自分が大好きなことがどうしてもお金が取り出せなくて辞めざるを得ないっていう、そんな現実もあると思います。いや、これは悔しいですよね。だから好きなことであればあるほど、その好きなことを続けられるような好きなことに対する力量っていうのは求められてくるのかなというところですね。はい、奈美さんの動画見ながらね、いろいろ感じたことがあったんですけども、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。またコメント欄などで教えてください。それでは今回は以上ですね。お疲れ様です。